江戸時代角野。そこには五月姫と呼ばれる巫女がいた。これは鬼と人と鬼人の物語。大切な人を守るため鬼を斬る。さよなら僕を今日まで支え続けてくれた人、さよなら今でも誰よりその音を待っている人が、必要としている人